はい、えー、こんにちは。5月3日の相場解説になります。時間がね、3時なんでね、深夜の3時。ちょっとおかしな時間ですけども、まあ、これがね、朝6時でも3時間のタイムラグですから、そんなに変わらん、変わるか。変わりますね。はい、まあ、1日足から見ていきましょう。今ご覧いただいている1日足なんですけども、まあ、何度もお話したように、こちらのレンジを抜けてね、ブレイクしたところから n 字を書いて、一つの展開。 新しい展開に入って、もう一回 n 字を書いて、さらに今 n 字を書こうとしているところだというふうに、えー、見受けられます。で、この伸びがですね、だんだんちっちゃくなってるんですよ。うん、まあ。そこは注意しないといけないんですよ。要するに、まあ、この冷やしに書いちゃうとあれですけども、収束していくってことになります。どんなトレンドも。で、また、レンジみたいなのを書いていくんですよね。まあ、もしくはレンジがすごくその期間が短くって、 まあ下の方に今度はね調整されていくもしくは下落していくっていうふうな変わり目が起きたりさらに上昇の新しい運気を作ったりとかしますねまあ運気って言っちゃいましたけど運じゃないんですけどもねはい流れを作ったりしますで4時間の方を見ていきますはい4時間の方を見ていくと分かるところが一つですねこちらの山をえー、下ってですね ちょっとランダムウォークだよっていったところがありましたけどもまあここを突き抜けて上昇したわけですよで下落したんですけども結局ここに当たってそっから上に戻っていくっていうところは今までと同じ動きですよねで次にですねここをいつ超えるかなってことを見てくれなくちゃいけない時にすごく面白いことが見えると思うんですよそれはここのレンジが見えてきたってことなんですよ で、このレンジただのレンジじゃなくって1時間を見れば分かると思いますけどもどんどんね収束していくレンジなんですよねよろしいですか1時間見てみますよはいどうでしょうかえっとまずは最初はねこちらとこちらに線を引いて一番上の点と一番下の点が右で取れると思うんですけども今度跳ね返ったところってどうですかねここになってきてますよね でここになってきてますよねで跳ね返ってというところでございますだんだん上下のボラティリティっていうのがちっちゃくなってるのがわかると思うんですよまあ、こんな形でございます大きく見るとレンジではあるんですよこっからここの間のレンジではあるんですけどもでもだん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 そのレンジのね幅がねこうちっちゃくなってきてると言いますか、うん、こういう特徴が見て取れるんで これをペナントっていうわけですよね。ペナント。うん。こう、こういう風なね、旅行に、昔のね、昭和の人だったら、旅行先に行ったらこうやってペナントってのをね、買ってきて、部屋に飾ったり、お土産にしたりしたと思いますけども、まあこういう風な三角形を描いていって、で、最終的にはどちらかにブレイクするって形なんですよ。で、私はこれを上の方にブレイクして、この力点を越えてくるんじゃないかなと思います。で、えー、結局、ちょっと 冷やしに戻りますけどもね。結局はブレイクした後、こっちの方に抜けていくって見てるんですよね。で、円安はさらに進んで130円から135円の方向に向かうんではなかろうかというふうに、えー、予測をここで統一しました。まあでも135円に行くのは、じゃあ今週とか今月ですかってことじゃなくって、まあ今年中のどっかで135円には達するだろうなぐらいの 今までの120円突破とか125円にタッチするみたいなそんな急速の動きではなくてねでこっからはあのまあ新しいファンダメンタルズが入ったらまた違いますけどもテクニカル的に言うと、まあ、135円の方向に向かいながらギザギザと行くんではなかろうかと考えてますまあ今日の解説は以上ですね、まあ、ですねエントリーポイントはまだ見つからないんですけどもトライアングルを作りながら収束していってるところで 今後狙うのはブレイクして倍の方向に行くその瞬間を狙いましょうってことですよねはいそれがいつになるのか今日の時点では分かりませんですのでエントリーがねまだ考えられる状態ではないので今のところこのレンジとかねそれからあーペラントこれをしっかりと見ていきましょうってことでございます本日は以上です